さんこんにちは。田中しほりのお役立ちチャンネルです。今日はウェイン・ダイヤ博士の運命を操る力を手にする7つの特別プログラム、本の題名はダイヤ博士のスピリチュアルライフですけども、これを読み解いていきます。ウェイン・ダイヤ博士は孤児院で育った方ですよね。で、苦労を乗り越えて博士号を取って、個人の生き方重視の教えを世界に広めた方です。で、こちらは上智大学名誉教授の故渡辺昭一先生が訳している本ですね。では入っていきます。第1章から。精神性の視点に立つと全てがうまくいくとあります。この地球に存在するあらゆる生命の源であり、形がなく目には見えない宇宙エネルギーを無限の力と呼ぶ。人生で出会うすべての問題は、あなたの中に眠っている無限の力を目覚めさせれば解決できる。無限の力を身につけるスピリチュアル、精神性ライフとはということですね。で、スピリチュアルっていうと、聞き方によってはちょっと偏っているように感じる人もいるかもしれないんですけども、現代の物理学の最先端ですね、この量子力学の世界では、周波数とか波動っていう言葉を使いながら、目に見えないものを科学的に扱っていくっていう、学問がありますよね。で、後からも出てくるんですけども、電球なんかを見た時に、例えば目に見えるものとしては電球に光が灯って光がついている。だけどその光を、電球を光灯らせているのは電気っていうものが来てるから、エネルギーが来てるからですよね。で、電気エネルギーがそこで来るのがどっかで途切れてしまったら、電球っていうのは電気がつかないので、それと私たちの構成ですね、肉体というものとその中に宿っている無限の力というかエネルギーですね。で、これの関係は同じだよってダイヤ先生は言ってるわけですね。なので、この無限の力を身につけるものが、精神性の視点に立った生き方だよっていうことをダイヤ先生は言っています。1、認識、無限の力の存在を認める。自分の知覚を超えた神秘の力を無視して生きることは、あなたの無限の可能性を無視することに等しい。自分には宇宙に通じる無限の力があるということを受け入れることで、初めて無限の力に目覚めることができる。至るところに存在するこの全知全能の無限の力こそ、あらゆる問題、悩みを解決してくれる最大の味方。この大いなる真理を認識するのが最初のステップってことですね。なので、現にそのさっきの電球の例えで考えていただくと分かると思うんですけど、いくらそこに電球があったとしても、電気が来なければ、電気と接続されていなければ、電球は光を発しないわけですよね。なので、ここにあるところの自分の知覚を超えた神秘の力を無視して生きることは、無限の可能性を無視することに等しいんだよってダイヤ先生は言っていて、つまり自分が意識するしないに関わらず、こういった力は存在しているんだよっていうことをまず認識してくださいって言ってるんですね。で、これは例えば我々が肉体としてというか、肉体で生きているときに胃が動いているとか、心臓が動いているとか、脳が動いているとかあると思うんですけど、ご飯食べたから自分で胃に命令して、ご飯食べたからはい消化始めって言って胃が動くわけでもなく、また心臓も寝るから心臓止まってはい動いてって、私たちが命令してるわけではなく、動いてるわけですよね。で、その動いている、動かしているエネルギーがあるっていうことなんですね。で、それをここでは無限の、力っ
て宇宙のそういう、まあ、電球と電気に似たような関係性のところの電気ですよね、こうエネルギー、これをまず認識しなさいってダイヤ先生が言ってるんですね。そうすると自分の無限の可能性っていうものも、まあ、出てくるとか、あるいは何か抱えている問題とか悩みっていうのを解決してくれる最大の味方なんだよってことですっていうことを、まあ、言ってるわけですね。2、体感。頭で考えた知識より心で体感した知識を優先させる。認識の段階から一歩進んで体感の段階に入る。どういう人間になりたいか、そんな風に人生が運ぶと満足できるかを心にイメージする。こんなことをしても無駄だとは考えず、自分が無限の力に導かれているところを思い浮かべる。自分を磁石だと思う。自分が事実だと思うことをすべて引きつけている。大きな磁石に磁力によって引き上げられているイメージ。自分の中にある精神のエネルギーを活用すれば、おのずとプラスの方向に解決されていくことがわかるとありますね。でこれは、まあ、どういうことかというと、まずそういう、まあ、無限のエネルギー、無限の力というものが存在するということをまず認識して、それを次の段階として、まあ、実感してください、体感してくださいっていう意味ですね。でその時にはまあ、静かな空間で、ダイヤ先生が言うには静かな空間に行ってイメージしてくださいって言ってるんですね。でいろいろな目先に問題はいっぱい起きるんですけども、それにとらわれるではなく、それ一回置いておいて、自分がそもそもどういう人間になりたいのかなとか、どんな風に人生が運ぶと自分で満足できるのかなっていうことをまずイメージしてくださいっていうことと、そしていやそんなことしたって無駄でしょって言ったら、やっぱりこう無限のエネルギーとなんて引いてこれないんですよね。なので、まあ、自分が無限の力に導かれているってことを、まあ、思い浮かべるだとか、それから自分を磁石だと思ってくださいってダイヤ先生が言ってて、で自分が事実、これは認識して事実ですって思うことは引きつけるので、自分は磁石なんだっていうこと、そしてその大きな磁力によって自分が引き上げられている、そういうのをイメージしてくださいっていうことなんですね。で自分の中にある精神のエネルギーを活用すると、プラスの方向に、まあ、導かれていって解決されていくことがわかるよって言ってるんですね。で大野先生が博士ですけどもね、言ってるのは慰めだったりとか理論上のことだけではなくて、ダイヤ先生がやってきたことであって、まあ、実証済みなんですね。なのでこういうことを、まあ、やっていかないと損っていうと変な言い方ですけどね、ただやっていくにもやっぱりある程度練習は必要だと思うんですね。私たちがいきなり自転車に乗れたわけでもなく、やっぱりある程度転びながら練習もしたし、逆上がりなんかも、まあ、何回も練習して最初はできなかったけどできるようになったっていろいろあると思うんですけど、こういったこともまず無限のエネルギーを認識して、それを実感する、体感するっていうのもある程度やっぱり練習がいるんですよね。まあ、すでにもう慣れてる方は普通にできると思うんですけど、やってみて、まあ、損はないというか、ぜひやってみていただければと思います。で一体化、3、一体化ですね。で自分は無限の力の一部だと考え、自分のすべてが偉大だと確信し、自分に無限の力があることを微塵も疑ってない状態ってなってくると、私たちは無限の力、大いなる知性と完全に一体化している。心の中で無限の力を体感し一体化する練習をする。どんな問題に直面しているとしても、この観点を忘れず、より崇高な力とつながっていれば必ず解決できるってありますね。まあここでね述べられていることが結構大きなことなので、
まあ、慣れている方はああ分かる分かるって感じもあると思うんですけど、もしあまり慣れてらっしゃらない場合はへーっていう感じだと思うんですね。だけどこれ実際このようにして問題解決している人たちもいるっていうことなので、ぜひやっていただきたいんですよね。この一番下にある順番ですね。まず無限のエネルギーがある、その電球と電気のエネルギーのことを思い出していただいて、電球はそこに存在していても電気っていうエネルギー来なければ光らない、つまり目には見えないけど電気っていうエネルギーがあるっていうことと同じように、私たちを、まあ、生かしているエネルギーっていうか、あのさっきも話したように心臓動けって命令してないのに動いてるとかね、あの食べたから胃をあの消化吸収始めって言ってないけど始めるとか、あのいろいろねこうありますよね。でだからそのエネルギー、それを無限のエネルギーだって力だっていうふうに呼んでいて、まずそれがあるっていうことを認識して、そして体感する、あ一体化、あ、まあ、その次が一体化ですけどね、あこのものってあるんだなっていうものを静かな空間で実感してみる、まあ、イメージングですね。そしてそういうことをあの疑いがなくなってくる状態になってくると、完全に一体化してるっていうことを、まあ、実感する、そういう練習をしてくださいねってダイヤ先生は言ってるんですね、ここで。はい、で高次元の自分に目覚める7つの特別プログラムってありますね。ここにあの7つ出てくるので、これも、まあ、ぜひ実行してみてください。ではいきますね。1、委ねる。自分は無力だと認めるところからパワーが生まれる。自分の無力さに謙虚になり、委ねることで無限の力と回路がつながる。ってありますね。まあ、自分は無力だって、この表現だけ見ちゃうと、いや、自分に自信があるからいろいろ乗り越えられるんでしょうっていうことがあるので、まあ、それも事実なんですね。で、ここで言ってるダイヤ先生は、まあ、謙虚になってみようっていうことなんですよね。で謙虚になったところで初めて無限の力と回路がつながるよっていう、まあ、方法を述べてくれてるんですね。だから自分がって何とかしなきゃ、俺が何とかしなきゃって、もちろんそうなんですけども、実はそれを超えた世界もあるよってことを言っていて、で例えば、まあ、何回もあの話するように、自分で心臓に命令してね、はい心臓動けとか止まれとか言ってるわけではなくて、やっぱり何か動かしてるエネルギーがあるわけですよね、力があって、でそういう、まあ、ここで言うところの無限のエネルギー、無限の力に委ねてみると実はパワーが生まれるんだよっていうことを、まあ、ダイヤ先生は言ってるんですね。2、心のコンセントプラグはここにつなぐ。物質世界のコンセントからコードを抜いてスピリチュアルな世界のコンセントに入れ直す。愛とは戦うことではなく協力することであり、疑うことではなく信じること。愛だけがより高い次元のエネルギーでネガティブな感情をすべて溶かし去る。愛という光が存在するだけでマイナスの感情という闇がなくなる。ありますね。で心のコンセントプログをここにつなぐっていうのは、まあ、さっきの無限の力のところですよね。で肉体があの物質世界ってところにまあ生きてるとすると、そういうあの、まあ、大宇宙のエネルギーというか無限の力っていうのが、さっき何回も出てきてるように、まあ、電気エネルギーみたいなね、まあ、目には見えないけど電球を光らせているエネルギーですよね。でそこのエネルギーの目には見えないけど実際エネルギーのところを、まあ、ここでは精神性とかスピリチュアルな世界とかダイヤ先生は表現してるんですけど、ここにコンセントを入れ直してみることを、まあ、進めてるんですね。でここにこう、まあ、愛のエネルギーについて書かれてるんですけども、愛っていう言葉も結構誤解されていて、なんかこう愛されたい愛されたいとか、あのくれくれくれなんかこうもらうものっていうのが愛っていうことで勘違いされてるところもあるんですけど、まあ、そういう性質になっちゃってる部分もあるんだけど、
でも、もともとっていうかね、このこちらの、あのウェンダイヤ先生が言うところの観点から見た本当の愛っていうのは、戦うことじゃなくて協力したり信じることっていうかね、まあ、これもちょっと後で出てくるんですけど、なんかネガティブな感情を全て溶かし去るよ、だからマイナスの感情っていう闇がなくなるよってことなんですね。だから物質の世界で凝り固まってるんじゃなくて、もうちょっとこう、まあ、大きな視野というか、ダイヤ先生はコンセントのプラグを、肉体的な観点じゃなくて、まあ、もうちょっと大きな精神性のところに差し込んでみてねってことをおっしゃってるんですね。3、無限宇宙エネルギーを自覚する。私たちが自分自身と思っているものは全てこの肉体にあり、本当に価値があるのは現在、過去、未来にわたって存在する魂や精神、スピリチュアルな世界のコンセントという新しいエネルギー源から得るのは無限の愛。自分のすべての回路にこのエネルギーが流れているのがわかるっていうんですね。でこれも、まあ、その博士が、本当にね、机上の空論で言っていることではなくて、まあ、こういうことを博士の観点から見て発見をして、自分でも体感して実証されているっていうものなんですよね。で、まあ、私たちは当然こう肉体っていうか体っていうかね、これで生活をしているので、これが自分だと思うんですよね。でこれもまあ自分ではあるんだけど、でも本当に価値があるのは現在とかね、過去から現在未来にわたって存在している、まあ、自分自身、それを、まあ、いろんな呼び名はあると思うんですけど、日本語だったら魂って言ってみたり、精神って言ってみたり、思考するエネルギーって言ってみたり、まあ、いろんな言い方があるんですけど、そっちに実は本当の価値があるんだよってことを言ってるんですね。でこの、まあ、精神線の世界の、まあ、にね、コンセント、まあ、新しいエネルギー圏に自分のコンセントを、まあ、プラグをね、肉体的なもの、まあ、物質的なものから抜いて、そっちの新しいエネルギー源に入れてみてください、差し込んでみてねって言っていて、でそうすると実は無限の愛っていうものが存在していることを自覚できるよって言ってるんですよね。宇宙エネルギーを自覚するってありますよね。だからこれは自覚なんですよね。感じるもの、あ、なるほどねみたいな感じで、これを自分のすべての回路にこのエネルギーが流れてるのが分かるって言ってるんですね。だからさっきも言ったように、心臓ね、命令しなくても動いてるとか、胃が命令しなくても動いてるとか、いろいろですよね。細胞は生きてるとか、まあ、肉体的にね、成長してとかもちろんありますけど、実は何回も話が出てくるように、電球にエネルギーが、電気エネルギーが来て初めて光るように、こういう無限のエネルギーが流れてるっていうのが分かるよって言ってて、自覚するって言ってるんですね。なのでぜひこれをチャレンジしてみていただきたいんですよね。まあ、実感してる方ももちろんたくさんいると思うんですけどね。次いきます。4、虚心。心を空にすると低次元のエネルギーから抜け出せる。スピリチュアルな力によって問題を解決するとき、心を沈めて思考をストップする。何々しなければという小さな考えを手放せるようになる。何々しなければという考えは、自分の中にある無限の力を表現しようとするのを邪魔する。自分勝手な考えを捨てて虚心になるとき、私たちは許しを与える心境になり、憎しみや羞恥心、復讐心といった定時なエネルギーから抜け出せるってありますね。でこれは心を空にすると低次元のエネルギーから抜け出せるってあるんですけども、でスピリチュアルな力によって問題を解決するとき、まあ、精神性とかね、さっきからずっと、まあ、出ている無限の力とか、そういうものですよね。電気で言えば電球を光らせている電気エネルギーですね。それを
引いてくることによって、解決していこうっていう、まあ、解決方法ですね。人生生きていくにあたっていろんな問題は起きます、もちろん。でその時にダイヤ先生が推奨しているのは、目先の問題に、まあ、こだわってというかね、そこだけ注目して、着眼点をそこだけ持って、しなければ、なんか解決しなければっていうことだけをこうずっと、まあ、凝り固まるというかね、どうしても固まっちゃうんですけど、そういう解決方法じゃなくて、で逆にそれずっと凝り固まってしまうと、もちろん考えなきゃならないからね、しょうがないことはあるんですけど、それをやりすぎると逆に解決、まあ、しづらいっていうかね。なのでそれを一回手放して、心をちょっと空っぽにしてみてくださいって。で空っぽにしてみて、大きなエネルギー、無限のエネルギーとつながること、無限のエネルギーを受け入れることをやってみてくださいねって言ってるんですね。でそうすると、例えば、まあ、この下に許しを与える心境になり、憎しみや羞恥心、復讐心といった低地なエネルギーから抜け出せるってありますけども、例えば悩みがあったりとか、解決しなきゃならない問題があったりとか、時にですね、例えば何々さんに誰々やられたとか、裏切られたとか、やられたら絶対やり返すとか、そういう、まあ、悲しみとか苦しみとか、やってやるぞとか、こんな目にあって恥ずかしいとかね、そういう、まあ、定時のエネルギーってここに表現ありますけど、まあ、低いエネルギーっていうかね、まあ、苦痛ですよね。そういうのは確かに苦痛な状態あるんだけど、一回ちょっと置いておいて、大きな世界に、委ねるというか、こう大きな無限の力を、エネルギーを入れるために、一回心を空にしてみてくださいって言ってるわけですね。5、寛容と感謝、人生にプラスのサイクルを起こす秘訣。私たちは何も持たずにこの世に生まれ、何も持たずにこの世を去ることを折に触れて思い出す必要がある。世界に差し出したものを世界から返してもらう因果応報。私は何を与えられるだろう、どんな役に立てるだろうというメッセージを世界に送る。高次元のエネルギーを発散させていると、不思議なことに行く先々で素晴らしいことが起きる。寛容な心を持ち、感謝の気持ちを抱けば、より高いレベルの自分が目覚める。ありますね。でこれも、まあ、確かにね、本当にやっていこうと思った時には、結構レベルの高いことだとは思うんですよね。何々されたからやり返すとかね、そういうのは、まあ、理屈としてはね、もちろんあります。でもね、本当の意味でそれを解決したかったら、一回ちょっとそれを置いておいて、そして大宇宙の無限の光、無限のエネルギーとつながりましょう。その方が解決しやすいよってダイヤ先生言ってて、それをぜひやってみていただきたいんですよね。でその時に、どうしても問題があると視野が狭くなっちゃってね、それ解決しなきゃなんかしょうがないんですけど、ちょっとそれも一旦置いておいて、でそもそも私たちが生まれてきた時には何も持ってなかったし、でこの世を去る時には何も持っていけないわけですよね。ですよね。だからそれを思い出してくださいねってこと、あるごとにね、折に触れて思い出してねって言ってるんですね。でそして、因果応報っていろんなところでもね、あると思うんですよ。原因結果の法則っていう、本もね、たくさん、なんていうかな、売れた本もありますし、これは大宇宙の法則だって言われてるんですよね。原因結果の法則、因果応報っていうのは、まあ、大宇宙のルールなので、全てに当てはまるっていろんなところで言われてますよね。で世界に差し出したものを世界から返してもらう、まあ、返ってくるってダイヤ先生は、まあ、言っていると同時に、こういうルールが大宇宙にはあるんだよってことを言ってるんですよね。なので自分は何を与えることができるんだろうって、どんな役に立てることができるんだろうっていうことを考えたり、まあ、例えばこういうことを役に立てますとか、そういうことを、まあ、具体的な表現もありますけども、まあ、心の中でね、こんな役に立てるのにとかね、まあ、立てるのにとはちょっと違うかもしれないけど、立てますとかね、そういうことを送ってくださいって言ってるんですね。こういうことで役立てますよって。
でこういうことで役に立ちたいなとかね、で実際それを行動に起こしている方もいらっしゃると思うんですけどね。でそういう高次元の、まあ、さっき言った低次元というのは、まあ、憎しみとか許せないとか復讐してやるとかね、そういう、まあ、いわゆる低次元と言われるエネルギーありますよね。でそうじゃなくて、ここで言われている高次元のエネルギーっていうのはどんな役に立てるかなとか、自分は何を与えられることができるかなとかっていう、まあ、これをね今ダイヤ先生は高次元のエネルギー、まあ、一部として表現されてますけど、これを発散させていると不思議なことに行く先々で素晴らしいことが起きる。でこれは言葉を変えると与える側に回ってるってことですよね。これ役立てますよ、これできますよ、これできますよって、そうすると不思議なことにあっちこっちで素晴らしいことが起きますよってことをダイヤ先生言ってて、でこれも実証済みですよね。ダイヤ先生が実際にこういうことを、まあ、心理学者として発見もして、自分が行動もして実証もして、そして皆さんに提唱しているものですよね。で寛容な心を持ち感謝の気持ちを抱けば、より高いレベルの自分が目覚める。これもすごいこうキーワードですよね。自分なんですよね。こう自分、より高いレベルの自分自身が目覚めるんですよね。寛容な心を持って感謝の気持ちで、この感謝ってことも山ほどいろんなところで言われてますよね。感謝が大事だよ、ありがとうありがとうっていう気持ちが大事だよって。水もこうバカ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 ってずっと言ってる水の結晶と、ありがとうありがとうありがとうって言ってる水の結晶って、顕微鏡ですかね、あれで見たら形が全然違いますよね。そういうあの写真ってありますよね。だから感謝の気持ちとか感謝の言葉とかって、あの波動とかね、量子力学でいうところの周波数とかね、高いんですよね。でそれを自分が抱く、考えたり発していくと、自分の中にある高いレベルの自分が目覚める。その高いレベルも自分自身なんですよね。こう復讐してやるとかね、これやり返さなきゃって思ってるのも自分だし、逆にお役に立ちたいなとか、こういうことだってできるよとか、いろいろありがたいなと思ってるのも自分なんですよね。それだったら高い自分を目覚めさせて、そしたらいいこともどんどん起きるし、幸せにもなっていくわけですよね。6、絆。本当の味方に気づけば最良の助けが得られる。私たちは一人ではない。無限の力や無限の力によって創造されたすべてのものと結びついている。ネガティブな言葉を使ったり、ネガティブな自己イメージを捨て、自分の周りの人たちを愛に満ちた人々と考える。不思議なくらいのタイミングであなたを助けてくれる人が現れる。奇跡というのはこうした瞬間に起きるって言ってますね。で、本当の味方に気づけば最良の助けが得られるっていうのは、実は自分の周りにいる人たちって愛に満ちた人々なんだよってかふうに考えてくださいって言ってるんですね。で人間関係とかね、よく合わせ鏡だっていう言葉があると思うんですね。で人間ってやっぱりなんかこうお互いにね、言葉に出さなくても意思疎通でつながっちゃうところがあるので、例えばこのなんかあの人嫌いだよなって思ってると向こうも嫌ってたりとか、でなんかあの人いい人だなって思ったら向こうも好意を持ってるとかね、そういうのがあると思うんですけど、だからネガティブな言葉、こうダメだとかできないとかずるいとか汚いとか、いろいろあると思うんですけどね、そういうネガティブな言葉を使ったりとかをなるべく避ける。やっぱりさっき磁石の話出ましたけど、そういうネガティブな言葉を使ってるとネガな磁石になっちゃうんですよね、自分が。だからそうするとネガティブなことをどん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 引き寄せるので、不幸になりたければそれでいいんですけど、そうじゃなかったら、まあ、それを使わない。そして、ね、ネガティブな自己イメージを捨てる。やっぱり生きてること間にはね、いろんな大変なことも起きるし、嫌なことも起きるし、いじめられたとかね、罵倒されたとかね、いろいろあると思うんですけど、でもそれによって自己イメージネガティブにする必要はないんですよね。そもそも大宇宙とつながってるっていうか、無限の力とつながってるってさっきねありましたけど、だからそういうネガな自己イメージも捨ててくださいって言ってます。
で自分の周りの人たちを愛に満ちた人々だって、まあ、考える、ちょっとまあここはね努力がいるかもしれないですけど、そういうふうに考える。で自分の中身を変えていくんですね。考え方を変えたり言葉を変えたりで変えていくことによって、まあ、不思議なくらいのタイミングで助けてくれる人たちが現れるよって、それが、まあ、言ってみれば奇跡だよ。でこれはこういう時に起きるよってダイヤ先生がこれ言ってるんですね。でこれは何回も言うようにダイヤ先生が、まあ、こういう大宇宙のねルールっていうか理法っていうか、これを発見して自分が行動して、実体験してるからこうやって文章にしてるわけなんですね。で上から3行目ですかね。私たちは一人ではない。無限の力や無限の力によって創造されたすべてのものと結びついているってありますよね。これも事実なんですよね。だからこのあたりを、まあ、自分の考えをね、まあ、マインドっていうか変えたら必ず環境も変わるので、目に見えた環境も変わるので、まあ、ダイヤ先生はこれを言ってますね。7. 快活、悟りのレベルを測る確かな目安。意識が高いレベルに到達している人は、見た目にも他の人とどこか違う、いつも至福を味わっているような感じ。私はいつもどんな気分だろうかと自分に問いかける。あまり良くないとか動揺してるなどの場合は、スピリチュアルな世界のコンセントに自分のプラグをつなぐため静かな場所に行く。人生を軽やかに笑って受け止められるという資質でありますけども、これは意識が高いレベルに到達している人っていうのは、こうしたらこうなるよなってことを知ってる人だとか、こうしたらいい意味でねこううまくいくよなってことを知ってるとか、まあ役に立つことをこう胸として生きているとかね、いろんな言い方があると思うんですけど、そういう意識が高いレベルに到達してる人は、見た目にも、まあ、なんかこう私服を味わってるような、まあ、幸せそうな感じに見えるってことですよね。なんか不幸そうな苦痛な顔してないみたいなね。なので、まあ、ダイヤ先生が言うのは、自分はねどんな気分だろうかってたまに問いかけてくださいって言ってるんですね。でなんかあんまりちょっと気分冴えないなとか、なんか動揺してるなっていう時にはね、ちょっとこう静かな時間っていうか静かな場所で、そのコンセントをね、精神性のコンセントに差し込んでくださいって言ってるんですよね。つまり無限の力、無限の可能性を持ったエネルギー、大元のエネルギーに自分のコンセントのプラグを、差してくださいって。でそうすると、またエネルギーが満ちてくるので、まあ、元気になるというか、まあ、快活な気分になるっていうかね、そういうことを、まあここで推奨してますよね。でいろんな人生でいろんなこと起きるんだけども、その時に、まあ、軽やかに笑って受け止められるという資質を、まあ、目指すものの一つとしてやってみてくださいって言っていて、でこれも結構、うん、練習いるとは思うんですけど、これをやっていくと確かにグラグラしないっていうかね、いろんなことは確かに起きるんだけど、問題解決しやすいっていうかね、うん、そういうのがありますよね。だからこれもぜひ、やってみてください。で人生で遭遇する最大の幻とは、問題という言葉を使うとき、それは無限の力から離れてしまっていることを指す。無限の力と結びついているとき、私たちは全く問題を抱えていないにもかかわらず問題があると信じている。思い込み、あらゆる問題は自分が心の中で作り出していると理解する。人生で最悪の出来事も含めて、あなたのすべての問題には最上の種が宿っている。危機もチャンスと考えることができるとありますね。確かにね、問題起きるんですけども、その問題って、なんていうのかな、虫眼鏡と同じで、例えば太陽の光をこう虫眼鏡でね一点に集中すると、理科の実験でやったことあると思うんですけど、燃えますよね。そういう感じですごくそこにエネルギーが注がれるんですね。だから問題が起きた時、問題だ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 っていう風にずっとその問題だけを見すぎてしまうと、逆に解決しづらいっていうかね、
問題に翻弄されるっていうか、だから無限の力から離れてしまってるってことを指すんだよって。で、無限の力と結びついているとき私たちは全く問題を抱えていないっていうのは、まあ、ある意味なんて言うんでしょうね、ちょっと抽象論なところもあるかもしれないですけど、ここだけ見るとね。でも無限の力と結びついていると問題をさらっと解決できるよっていうことなんですね。で、思い込み、あらゆる問題は自分が心の中で作り出していると理解する。で、これも結構なんていうかな、実地でねやっていこうとすると難しいところはあるかもしれないんですけどね、うん、例えば人間関係で、あの人嫌な人だよなって思いが例えばあったとして、嫌な人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 ってずっと思ってると、その人本当に嫌な人なんですよね。だけどもしかしたら嫌な人って思ってるのも自分で、嫌な人じゃない面もあるかもしれないって考えてみると、いい面が見えてきたりとか、あ、なんだこういうことを、こういう性格かと思ったらあれは思い込みだったとかね、解決したりとかあったりとかね。例えばなんかこうこっち見てひそ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 言ってる人たちがいて、いや自分の悪口言ってるなみたいな感じであったとしたら、そこで例えば思い込みが発生したら、それは自分の中で問題になるわけですよね。なんかひそひそ言われてる、自分の悪口言われてるって例えばですけど、でもそれひそ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 やってるのは例えば全然違うことだったとすることもありえるわけですよね。だけどひそひそ言ってるのは自分のこと言われてるってそこで思い込みが発生してしまうと、それは自分の中でも問題になっちゃってるので、そういう時はそこに焦点を合わせるんじゃなくて、それは一旦置いといて、無限の力にコンセントを差し込む時に、もしかしたら違うことをその人たちはひそひそ言ってないかもしれないし、まあ、言ったとしてもね、まあ、しょうがないかもしれないし、まあ、解決方法いろいろあると思うんですけど、だからその問題に焦点を当てるんじゃなくって、無限の力にコンセントを差し入れたら問題はなくなるよって言ってるんですよね。もちろんあの問題いろいろもちろん起きますよね。会社だったら例えば債務の問題があったりとかあるかもしれないし、病気の問題とかね、人間関係とかいろいろあるかもしれないけど、でもその問題だけに焦点合わせすぎると逆にものすごく大きくなっちゃうから、そこから一回抜けてみてねっていうことを推奨してるんですよね。で、一番最後の行ですね、人生で最悪の出来事も含めてあなたの全ての問題には最小の種が宿っている、危機もチャンスと考えることができるってありますけど、まあ最大の危機は最大のチャンスとかね、いろんな言葉があるように、何かその問題が起きた時には気づきの種がある場合もあるんですよね。で、そうするとそこで何か気づいて自分のこう次元が上昇するっていうかね、自分の状態が良くなるっていうか、境界が上がるというか、まあ、さっき悟りっていう言葉も出てきましたけど、悟りのレベルが上がるっていうかね、そういうこととして問題をね使うことできるんだよってことをここで言ってるわけですね。もっと、思考によらない部分を信頼していい。解決とはつまり病気や反目、不和といった問題にスピリチュアルな光を当てること。間違いとは現実に存在しないのに問題があると思い込むことを言う。頭の部分かっこ思考ではなく胸かっこ心とか精神に解決の鍵がある。自分を指すとき頭ではなくほとんど胸のあたりを指す。胸つまりスピリットかっこ精神魂には人生のあらゆる問題を解決する答えがあるってありますよね。これも奥が深いなって思いますけど、何か問題があるときにね、思考によらない部分信頼していいって表題っていうかねあるんですけど、通常何か起きると頭で解決しようとしますよね。例えば論理的にね、こういうことでこれが起きてるからこうやって解決策があるとか、こうであでこうであでって考えて、でそういう物理的に解決できることも理論的にね解決できることももちろんあると思うんですけど、問題って結構感情論が付着するっていうか、感情が絡んでくるので、感情がぶれて理論的に理性的に問題解決するだけじゃなくって感情が絡まってきちゃうんですよね。そうするとその問題がものすごく大きく見えてきて、結構逆にその問題にはまっちゃうっていうかね、で逆に解決できないというか、どんどん大きくなっちゃったりすることもあるんですよね。で、その時にダイヤ先生が言ってるのは、スピリチュアルな光を当てることって
これがさっき言ったように、まあ、無限の光に差し込む、自分のコンセントをね差し込むとか、こう無限の力に差し込んで委ねて解決を、まあ、委ねるっていうかね。でその時に例えば、ああこうしたら解決できるかもってインスピレーションが来ることもあるかもしれないし、でぐちゃ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 してる気持ちが平らかになったら、ただ単に理性的に解決できるかもしれないしとかね、そういうことも起きますしね。で、ここに、まあ、頭の部分じゃなくて胸に解決の鍵がある、まあ、胸っていうのは自分のことを指すときに、私はとかいうときに頭指さないと思うんですよね。確かにこの本読んで私もなるほどと思ったんですけど、私はねとか自分はねって言って胸を指しますよね、みんな。これやっぱ全世界共通みたいですけどね。だから自分のことは、まあ、胸って、まあ、頭脳じゃなくてね、スピリットとか精神とかそういうことを表す、まあ、部分っていうかね、そういうふうに言われますけど、そういうところに問題を解決する答えがあるよって、ダイヤ先生は言ってて、でこれは頭で解決する部分もあるとは思います、もちろんね。だけど大体問題って感情論、さっき言ったようにぐちゃぐちゃになっちゃってそこにはまりきっちゃうので、そういう時には一回そこから抜けて、まあ、大宇宙とつながってみて、自分の精神的にねこうぐちゃぐちゃしてるものを解決して、でそうすると解決、問題解決する答えがねありますよって言ってるわけですね。はい、それでは、これは第1章だったので、全部で11章までありますけども、ダイヤ先生のこちらの本から内容をご紹介していきます。どうか皆さんの人生がますます豊かになって、ますますハッピーで繁栄に満ち満ちたものとなっていきますように。それでは今日もどうもありがとうございました。ぜひ様々なことを発信してますので、チャンネル登録お待ちしてます。